こんにちはえっ、ー、と今日はですね昨日少しニュースにもなった、えー、と田沢純一選手元メジャーリーガーの田澤選手が BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズに入団した件についての話をしたいと思います。ちょっと話題になったのがねあの田ールールっていう問題がちょっと話題になったんでその問題についてちょっと問題提起と、えー、何が、まあ、ルール解説ですねそれとあの何が起きたのか。 あの、ちょっと問題提起も含めて話したいなと思います。最後にはね、あの、日本政治。 田沢選手と違う道を歩んで、日本でくつぶってる選手の話もしたいと思うので、えー、最後まで聞いていただければなと思います。えっ、ー、と、今日の話す内容、ちょっと要点にまとめました。こちらにあります。えっ、ー、と、一つ目が、まあ、まず田沢選手の功績ですね。どういう実績があって、アメリカに渡って、アメリカでどういう成績を収めたのかっていうのが。一つ目の、まあ、ポイントですね。で、二つ目は、その田沢ルールっていうのが、なぜできたのかっていうのと、その、まあ、えー、それ、本当に効果的だったのかっていうか。 ことをこうちょっと問題提起しちゃいたいなと思います。えっ、ー、とじゃあまずまあ早速始めたいと思います。えっ、ー、とタダ選手はねまああの実績としてはまあレッドソックスに入団して12年アメリカの世界にいました。でまあワールドチャンピオンにもなったんですけれどもまあ12年ですからね本当すごく長い間アメリカにいたと思います。 まあ田沢選手のまあこの本当昨日の経緯を話してみますとまあもともと田沢選手はね、えー、とレッドソックスでセットアッパーとして活躍してワールドチャンピオンに輝きました、えー、その後フロリダマーリンズとかいろんな球団を渡り歩いてこの12年はねちょっとメジャーで活躍することはできなかったんですけれども、まあ、メジャー契約をあの目指しながらこの3月もねあのアリゾナでキャンプレッツシンシナティ・レッツであのキャンプに励んでいました。 ところがまあコロナの影響もあって球団を解雇されてまあ日本に帰ってくる選択を選びその中で BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアートアズと契約し,ました実はですね今年の3月僕アリゾナに行ったんですけれどもえその時に田沢選手のインタビューをさせてもらいましたこれは本当突撃,突撃インタビューというか突然こう話しかけてお願いしたインタビューで内容は高卒からメジャーに行く選手をどう思うかっていうのをね田沢選手の経験を踏まえてお話ししてもらいました非常にね 面白いあの十すごくいい話をしてくれてねまあ記事にもなってるんですけどあのまあ、ちょっと関連のところにも入れておきますけど本当あのすごいこう彼のね知識経験ってすごいなと改めて思いました実際その練習してる姿とかもね見させてもらったんですけれどももう本当に アメリカの組織に溶け込んでるというかあの全然群れることなくね一人でとぼとぼ歩いて練習場に向かって本当は練習自分のやることだけやって、まあ、引き上げていくとこ通訳を使うもちろん12年もいるからかもしれないですけど、まあ、通訳を使うこともなくね本当にこうあの日本人というよりあの選手のうちの一人という本当こう溶け込んでる印象でした本当すごいなと改めて思いました。そ、ね、そういうい田沢選選手手っってて実はのの日本人選手ってあの メジャー日本で活躍してメジャーに行ってるメジャー契約ねポスティングとか FA で行ってメジャー契約してる選手ばかりが日本人じゃなくて実はあんまり知られてない日本人選手ってマイナーにも結構いたりするんですよねむちゃくちゃ多くはないですかまあそこそこいるんですけどその人たちにしたらもう田澤選手いうのはもう神みたいなもんなんですよね。本当にこうマイナーから…えー 買い上がってそのままメジャー契約してメジャーで活躍した選手っていう本当走りなのでそういう選手そうしかもワールドチャンピオンに輝いてますから本当神だ神とさえ言われているような選手ですだからねこういう人もいるんですよ本当の本当のメジャーの成功者は田澤さんだけなんじゃないかっていう人もいますよねあのまあメジャーの多くの選手がそうなんですけれどもやっぱりその最初はマイナーでの組織で叩き上げて上がってきた選手ばかりですよねルーキーリーグから始まってねワン はい、シングル AA の中にもいろいろ2つか3つぐらいあってそれからダブル A トリプル A と上がって、まあ、メジャーに昇格してくるとえそういう経験を踏んでるのっていうのは実はまあ田澤選手しかいなくてで,でもそれはアメリカの選手にとっては当たり前のことでそれと同じ工程を歩んできているので本当の成功者は田澤さんだけだっていうのはねなかなか理解できる話じゃななないいいいいかとと思いますだから、ね、そういうう田田選手のの活躍っていうのは本当に素晴らしいことなんじゃないかなと思います。 で、一方でですよね。あのその多沢選手がですよ。で、日本に帰ってきました。ところが、それが npb の球団じゃなくて、独立リーグっていうことがまず不思議なことが起きますよね。で、これなぜ起きているかって言うと、さっき言ったようにタザールールっていうものが存在するからです。まず、なぜタザールールができたかっていうのは、まあ、これは田沢選手が影響します。田沢選手はですね。あの横浜正大高校から。 高校卒業後ににいう社会人のチームに所属しました。そこで3年間あの頑張ったんですけれどもその後ドラフト上位候補、まあ、1位候補ですね即戦力ンとして注目されてたんですけれども田澤選手はその即戦力という言葉にちょっとねあの自分としては自信がないということですぐに1軍で抜擢されるよりも時間をかけて育ててくれるっていうことをメインに アメリカに行くことにしましまた。それがレッッドソックスだったんですよね。それからアメリカに行くことししししました。しかしですね、そのアメリカに行ったことに対して要は田澤選手はトップアーマーだったんですよね要はアマチュアの中で一番の選手ほぼ一番の選手トップクラスの選手だったとトップクラスの選手がアメリカに取られてしまうとこう,こういうこれがこれからも続いていってしまうとちょっと日本のね日本の野球界としては痛いとじゃあこれをちょっと抑止力が必要だっていうことで えーと日本の球団を経ずに海外のチームに所属した選手に関しては、えー、復帰する際にね大学社会人だと2年高卒だと3年の復帰制限措置が取られることになりましたつまりですね直接アメリカに行った人たちが帰ってこようとしてもすぐに日本の NPB に入れないというルールを作ったんですよねお前たちそんなにかその覚悟がなきゃ行くんじゃないとあの要するに覚悟がないやつには行かせないというルールです でまあ、そういうことを抑止力にしようとしたルールがこの「田澤ルール」ののこことですよねルルールについてなんですけれども、まあ、本人は「田澤」って名前つけたのはメディアの人たちだって言ってあの笑ってましたけど,あのだけど本当に本当に田、ま、澤、あ、選手が言ったことによって作られたルールなんですけれどもこれがじゃあ本当に日本の野球界にとってプラスだったのかってこれちょっと考えるべきだと思うんですよね。 あのまあ、記事にもいろいろ書いてますけど僕自身も多、まあ、田,田選手が行ったことによってメジャーの,あの高卒メジャーとか大卒メジャーとか社会一卒メジャーっていう選手をこ,うこれから同じような選手を作ることを防ぐことには成功したかもしれません例えば、まあ、菊池雄星選手なんかはねその翌年にメジャーに行きたいって言ってますからそれを防ぐ。 のには効果があったかもしれません、まあ、大谷選手に関してはね違う理由で遺留されてるんで田澤、まあのールールは全く関係ないと思いますけど僕らの知らないところでひょっとしたら抑止力になってるかもしれませんでもですよそのトップアーマーがメジャーに行くことはなくなった代わりに失ったものはあるんじゃないかなと思うんですよそれは僕は2つあると思いますそのうちの1つが同じような成功者を生み出せなくなったってことです田沢選手はねご存知先ほど言ったように まあ、日本のトップアマチュア選手でしたでトップアマとしてあの日本からも注目されてたけどアメリカに行っちゃいました行っちゃったけれどもしっかりとあの育成組織で育ってワールドチャンピオンまでなったんですよねメジャーリーガーになってワールドチャンピオンにもなったんですよ。ね、それれだけのの選手にになななたっってていいいうのは、すすごいことじゃないででか。しかしし、タザールールルができて抑止力になった かもしれないけど代わりに田沢選手に続く選手が生まれなくなったことでもあるということなんですよ日本の組織にいたら育ってたかどうかを田沢選手はわからないし、育ってたかもしれないですでもメジャーのワールドチャンピオンになってたかはわからないですね、でもつまりね要するにそういう人たちを奪っちゃった可能性があるんですよワールドチャンピオンになってたかもしれないような選手がいたかもしれないひょっとしたらそれを あのタザールールを作ったことによってなくししたかも可能性が浮上しますよねそれが抑止力と取るのか抑止力で抑えられたと取るのかワールドランピアに乗る選手を奪っちゃったって取るのかこれね実は、まあ、ちょっと強引ですけど今のところ田澤選手と同期に同時に。 上原選手がワールドチャンピオンになってますけどその後ピッチャーでワールドチャンピオンになっている選手1人もいないんですよね日本人選手。まあ、これからねダルビッシュ選手とか田中将大選手とか菊池雄星選手とか大谷翔平選手とか、まあ、取る可能性はあるんでこれはまあ一概にも言えないんですけど現状はいないんですよ1人も。まあねこれをどう捉えるかですよ。でまあ田澤選手の後のドラフトでっていう話になるとまあね大谷選手と菊池雄星選手しかいないわけですけど今のメジャーリーガーでは。 なんですけどそういうことが起きてるってことはまず頭に入れなきゃいけないと思うんですよねそれが一つ目ですよ本当に抑止力になっているかっていう意味で失ってることは一つ目がそれです二つ目は今田沢選手が現実に直面していることですよねあれだけ経験して要は日本のアマチュア組織でいいものを得てアメリカの要はプロの育成組織で育った選手要は両方の野球を経験した選手がこう向こうでも活躍して日本で その能力を還元ししようと日本に帰国してきたのにそのルールがあるばっかりに使えないわけですよメジャーで NPB で使えないわけですよ NPB で2年間入れないわけですよこれは損失でしょう明らかに。じゃ抑止力になったけど損失の方が大きいんですよ。 で、もう1回もう1回話戻れますけど、その抑止力になったことによって、そういう選手を生み出せなくなった。プラス生み出したとしても返ってこれないっていう両面を作ってるっていうことに気づかなければいけないんですよ。つまりね。このルールはあの抑止力になってることのマイナス面の方が明らかに多いんですよ。そこをまず考えなければいけないです。 実際ねこれちょっと選手の名前はね今も現役選手なんで明かせないですけれどもプロに日本のプロに入る以前にメジャー志望だった選手が今プロ野球選手の中にいますむちゃくちゃ活躍選手してる,してるわけじゃなくて今もメジャーに行,く行けるかどうかっていうと微妙な選手ですもうちょっとピークはちょっと難しいんじゃないかなと思いますでもねその選手が 本当のところは分からないですよ。彼があの抑止力その田澤ルールがあったことによって断念したかどうかまでは分からないですけれどもまあ抑止力になってた可能性はありますよねでも日本で現実素晴らしい活躍を見せてないんですよそれこそ田澤選手のような選手にはなってないんですよ。ドラフトは3位か4位ぐらいだったと思うんですけどね。 で、日本の球団に入って、まあ僕はその日本の球団に入ってから、僕はメジャーでやりたいっていう話をしてたんですよね。それはもう大学の時にそういう風うに思い始めて。まあ、結局メジャーに行く球団がなかったのか。よく白く。その要は。 あの2年といいう復帰制限措置気にしたか分かんないですよそれは分かんないですけどもしもそれが日本の,抑止日本の,その,その最初目的として抑止力になってるんだったとしたらそれだけの選手を育ててないといけないけど育てられてないっていうのがあるんですよ一人、まあ、誰かは言いませんけどねあの本人のために言えないですけどじゃあこれはじゃあ田沢選手みたいに田沢ルールがなくて彼がもし行ってたら田沢になってたかもしれない。 そのチャンスを奪ったということで,すではまあ今日の話をまとめますとね田沢、まあ、ルールって何なんだとで田沢選手っていかにすごいかっていう話をさせてもらいましたで田沢ルールっていうのができましたとで高田選手はすごい実績を積んで要はマイナーからマイナー組織を知っている人からしたら本当神のような存在ですよね。そのの選手が日本にに帰ってきたのに プロ野球 NPB に今入れてないという状況、これが果たしてプラスだったのかマイナスだったのかっていうことですよね。まあということで今日はそのまあタザール,ールについて解説と問題提供させていただきました。本日もありがとうございました。あのまたご意見お待ちしています。ありがとうございます。